と早朝に連れてこられた先は水上ですが何するんですかゆり子様。新潟周辺にはハムサンドが走っているって聞いたから実際に来ちゃった。はい、ハムサンドというのは目の前の車両のことでカラーリングからそう言われてるだけですよ。いやーねー、それぐらいはわかってるわよ。ハムサンドに乗ってハムサンドを食べようかなって考えてたら気がついたらここまで来ちゃった。連絡がいいから座席も埋まっちゃったわねー。これからどうするんですか。まあしばらく後面展望でもしてましょ。今回の旅の趣旨をご教示いただきたいにょん。そうねー、ハムサンドが走っているすべての区間を走破するわよ。そして列車に乗るたびにハムサンドを食べるわよ。ハムサンドの条件は商品名にハムとサンドが入っていることね。すべてクリアするまでハムサンド以外の食べ物は禁止ねー。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は上越線通列車長岡行きです。この列車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。列車は事故防止のためやむを得ず休憩することがありますので、お立ちのお客様は次からは手すりにおつかまりください。次は郵便です。第6と根川橋梁を渡っているわよ。新潟に行くのに回転もバスセンターのカレーもイタリアンも食べないんですか。我慢するわよ。大丈夫なのかな。大丈夫よ。断食するわけじゃないし。こら第7と根川橋梁よ。目の前に人参ぶら下げられたら耐えられるんですかね。そもそも人参のある場所に行かないわ。あ、今回もずっと乗りっぱなしなんですね。今のうちに行っておくとホテルも新潟じゃなくて燕三条だから誘惑も少ないわ。新潟でホテルがどこも予約できなかったんですね。わかります。あ、新清水トンネルに入ったから湯木曽に到着するわよ。湯木曽の次は462段の階段で有名な土合ですにょん。登らないわよ。ドアイで降りてったお客も多かったけど同じくらい乗ってきましたね。18シーズンは仕方ないわね。それじゃ一発目行きましょうか。セブンのハムと卵のサンドですにょん。右から半熟卵とハム、ハム、卵サラダとハムの組み合わせね。半熟卵から見ていきましょう。卵は十分ハムも一応最低限入っているわね。パンのヘリだけにハムがあるわけじゃなさそうだにょん。こんなことしてるうちに土樽に着いたにょん。こんなこととは何よ。真ん中のハムサンドはちゃんと奥までハムが入っているわね。ただ最後の卵サラダはねー。卵サラダが主役ですにょん。ハムが断面にしかないわね。プンプン。食べ終わったらツルベイ汁でさっぱりしましょ。その言い方はどうかと思います。本当に今日はサンドイッチ日和ねー。何ですかそれは。行ってみただけ。ギャフン。越後中里ですにょん。じゃああれが見れるわね。旧型客車の休憩所にょん。ゆかりと一緒にあの客車に乗って集団疎開したことが昨日のように思い浮かぶわー。え、スキッパラスキー場前なんてかわいそうな名前ねー。岩っぱらですりゆうこさま。越後湯沢よ、おっきいおむすび食べたいわ。ご自分でハムサンドしか食べないって言ったじゃないですか。いやーねー、冗談よ冗談。それにしても少し減っただけで座れそうにないわね。となると次のポイントはあそこかな。越後湯沢には15分停車してたにょん。縛りがなければいろいろ変えたのに。ご自分で決めたことぐらい守ってください。夏のガーラ湯沢よヨウムちゃん。今年の冬はウプ主さん乗りつぶしするんでしょうかね。スキー客だらけの中に立った一人で手ぶらのおじさまが降臨するのかしら。さすが新潟、田んぼだらけねー。全部食べ尽くそうなんて思わないでくださいね。いやーねー、これじゃ足りないわよ。白玉楼の家系が真っ赤っかになるので勘弁してください。石打ちですにょん。
かつてはヤングなスキー客で賑わっていたのよね。ヤング。大沢駅かしら。これで半分ぐらいまで来ましたにょん。長岡まで立ちっぱなしなのかしらね。鍵はこいでですにょん。それはそれとしてここはどこかしら？上越国際スキー場前です。夏なのにここで下車したお客さんがいたのねー。塩沢ですにょん。ここには北北線の列車も停車するわね。ちゅるり、ヨウムちゃん今度は秋に来ましょうねー。お願いですからやめてください。いやーねー、私にも分別というものはあるわよ。北北線の車庫も見えるわね。6日待ちよ。昔はここから八鷹が北北線を爆走していましたね。超快速スノーラビットなんてのもいたわねー。この列車は上越線普通列車長岡行きです。この列車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、ぜひお進みください。お客様のお好みをお願いいたします。列車は今も一部走るヤングウェイスに停車することがありますので、お立ちのお客様は釣りとか手すりにお進みください。次は5日待ちです。北北線と分かれねー。この先どうなるんでしょうか。内部 UFO 切り崩しながらしばらくは持ちこたえられるんでしょうけど、可結婚祭とか新たな収入源を模索してるようですね。ご乗車ありがとうございます。上越線普通列車長岡行きです。終点長岡まで各駅に停車いたします。列車のドアはバッジのボタン式となっております。お降りの際はドア右横にございます開けるのボタンを押してお降りください。関越自動車道と交差してさらに進むにょん。次は5日待ちねー。4日待ちとか3日待ちはないの？新潟県三条市に4日待ちという地名はありますね。その他の数字もどこかしらに地名としてあるみたいです。まあここは5日待ちね。夢の超特急が近づいてきたわよヨウムちゃん。ゆゆこ様表現が古い上にここは上越ですにょん。同じ顔の列車が走っていたじゃない。30分ぐらい待てば新潟行きの新幹線が来るのね。初回動画から企画の前提を覆す真似はやめてください。わかってるわよ。行ってみただけじゃない。ある意味新幹線の秘境駅とも言えないこともない裏さですにょん。あの銅像だけがいつも変わらず佇んでいるのね。ヤイロですにょん。なら次はいよいよ小出ですわね。小出駅から只見線をご利用のお客様にご案内いたします。只見線方面と続きます路線、今日は進行方向前から2番目の車両が近くです。また小出駅にはエスカレーターエレベーターの設備がございません。ご了承ください。18シーズンだし只見線目当てのお客もおそらくたくさんいますにょん。座れるといいわね。小出到着前からドアにお客さんが大量に移動したからボックスを確保できたわ。読み通りですにょん。これで少なくとも長岡までは楽ができるわね。長岡ではおそらく次の列車が入線していますから座れるかは微妙です。その時はまた立つしかないわねー。そろそろ小出駅に到着ですにょん。只見線の列車は編隊連結豪華2両編成ね。やっぱり小出でごっそり下車してったにょん。只見線人気はすごいわねー。随分自己主張が激しいわね。ひらがなでキッズたちにも優しいにょん。列車は北堀の内に到着しましたにょん。今は大沼市内を走行しているのよね。ごひかり。
新幹線および魚野川と交差しましたね。魚野川はこの先で信濃川と合流するわよ。越後川口の手前で飯山線と合流しました。観光列車をイコットも走っているわ。車内販売は軽めのものしか売っていなかったようだけど、飯山でお買い物する時間があるのよね。機会があれば乗りますか？できれば帰りとか美味しいご飯がいただける列車でお願いね。うつ主さんお一人で旅行商品は敷居が高すぎますにょん。新潟駅の駅弁を全部買い占めて普通車に乗ればいいじゃない。他のお客の迷惑になるからやめてください。これは信濃川ですね。長岡あたりまでつかず離れず信濃川に沿って走行するわ。だいぶ開けてきたようね。小千谷まで来ましたにょん。あらあら、もうすぐ長岡市に入るわね。長岡市に入って越後滝屋だにょん。画面左奥から新越本線が合流してきたわ。上越線下り線は新越本線をまたいで一番左側に行きますにょん。18切符だから宮内で下車しないで長岡まで行っちゃって問題ないわね。長岡で途中下車しないかつ宮内を通過する白雪に乗車する場合、長岡まで重複乗車してもその分の運賃は必要ないですね。まあうつ主が利用する場合は18切符か週末パスだから全く気にしていないけどね。日本で一番の宮内駅ね。角2電気に重力磁力、赤い仮面で青い車で白いマフラーね。ブルーチェリーもお忘れなく。この列車は上越線通列車長岡駅です。次は終点長岡です。ようやく長岡ですにょんね。やっと次のハムサンドが食べられるのね。まあ次回なんですけどね。それはともかくずっとハムサンドで胸焼け起こしませんか？そんなやわな体じゃないわよ。家ネタな話ですが、うつ主さんがまあ気合でなんとかするでしょ。ご愁傷様だよ。次はどこに向かうんです？新潟方面は時間があっからなおえつね。それじゃ失礼するわね。次回も見るにょん。ご視聴ありがとうございました。